阪神岡田監督に変な打ち方と言われても自分を曲げない森下翔太。森下翔太外野手23、監督がどう思おうが自分は曲げない。1日の打撃練習で打球が上がらず、上がってもポップフライで首をひねっていた岡田彰布監督は、なんかな、変な打ち方しとったな、バッティングコーチに言うといたわ、あれじゃうて変のちゃうか言うて鬼が笑いした。2023年は94試合に出場し、打率2割3分7厘9本塁打。1年目ながら主に3番を任せられたが、シーズンを通して結果を残せなかったという思いがある。今季はしっかりバットを振った中のコンタクト率を上げると安定した打撃成績にこだわる。森下選手の意志は固い。自分がやってきたことをやるだけ、そこをぶらしてしまったら自主トレでやった意味がないときっぱり完成品を求める道が始まった。自分流で通してたイチロースがコーチの意見入れてフォーム変えて結果残せる選手になったんだが、彼はそれ以上の大天才なんだろう。監督はニコニコしてただけは同じやないかい。イチローが言うこと聞いてたのはコーチだから監督じゃない。フォームいじくり回されて消えていった投手は結構多い。何がいけないのか。組織だから結果出せなければ即クビコースを自ら作ってしまった。どんでんは優しいな。立浪だったらもう干されてる。マーコーチでダメになる選手もいるしね。所詮は自己責任の世界だから、それでもええんとちゃう。結果さえ出したらええんやで。結果が出んかったらわかるな。監督の言うこと聞いてても結果残せなかったらクビになるわけで、自分の信じたやり方でやるしかない。試合の中での戦術的なところは監督の言うこと聞くべきだが、打ち方なんてのはメジャーリーガー見ても人それぞれ。大谷とイチローはどちらも一流選手だが打ち方は別。結果を出せばいいだけだしな。結果を出せればね、使うか使わないかを決めるのは監督。前側は力みが取れて良くなってるようだ。森下はコンタクト前の無駄な動きが大きくなって、逆にフロースルーが小さくなってる。プロなんだし結果でなくてクビになるの自分なんだから好きにすればよいんじゃないか。自分流にこだわる選手は嫌いじゃないけど、結果しか見てもらえない世界だしな。大変だよな。単純にボールの芯に当てるのが下手なだけ、打ち方の問題ではない。それで打てればいいんじゃね。打てなきゃクビになるだけなんだし。打ってもらわないと監督もクビになるから困ってるんだろう。こういう選手は早めに別な選手に変えていくとかするのが今の監督の手腕なんだろうけど。そうは言ってもこの手の頑固な選手は絶対に昔からいただろうし、どの球団も常にその同じ条件の中で競ってるだけなんだから、別に今更騒ぐようなことじゃなくね。近年の打撃のひどさが問題になってるからの苦言だと思う。メジャー流を取り入れても結果出てないと客離れにつながるし、パリーグの去年のホームラン王のホームラン数とか情けないレベルだからな。本塁打の少ない阪神タイガースの平均観客数世界2位なんだが、まあ打ってるうちは使うんじゃねえの。まだ2月上旬なんだから、いろいろと新しいこと試すのはいいだろうが、岡田もやめろなんて一言も言っていない。好きに試させて、結果出なければ自分の責任。野口も前川もいるしね。まあ今年森下打てなくなっても野口使えばええやろ。通貨メジャーみたいにプロ相手に打ち方を言う方があれだろ。あくまで調整のアドバイス程度にするべき。結果さえ出せば良いんだから自己責任になるだけ。これのせいで出場機会減らされるとかならあれだけど、キャンプとか試行錯誤する場所だからな。それに感覚は人それぞれだから、監督に言われたからって何をどうするかは自分しか最終的にはわからないからな。森下は新人ながらまあまあ頑張った。岡田監督は現役時代トップクラスの右打者だっただけに大きな期待。森下が気になるのでしょうよ。アドバイスを聞きすぎて不調になる選手も多いが、頑固すぎるのもあれだな。とりあえずやってみたらよかったりするかもしらんしな。自分のやり方に納得したいだけだから、あんま周りに言われたくないんだよね。あれもこれもってやって本末転倒になるのが怖い。岡田って結構柔軟やね。一回失敗してるからだろう。コーチ、なんだその変な投げ方は。普通のモーションで投げろ。のも、やだ。その後の活躍は皆さんご存知ですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。